イゲームス馬娘プリティダービー。どうもノッチン TV です。馬娘動画っていきたいと思います。お腹がグググいってます。これは特大人参ハンバーグを食べろというお告げでは。特大人参ハンバーグ。さあということでね、今回動画やっていきたいと思います。タイトルは福来たる。ありがとうございます。はい、ということで今回の動画なんですけども、新育成馬娘に星さんメジロドブライトがね登場ということでお知らせが来ております。サポートカードには全能のブロイ、カレンちゃん、復刻のガチャが来てます。で今回ね、まあいろいろ話したいことがあって、特にメジロブライトについて今回動画で話していきます。でまずサポートカードの方を少しだけいきますと、今回復刻でゼンノロブロイ、カレンちゃんというねダブルピックアップになっております。まあ、このサポートカードの解説については、まあ、明日ねガチャがあるので別でまた上げようとは思うんですけども、まあ、軽く触れると、まあ、ちょっとねここら辺のサポートカードはレースボーナス周りっていうところがね新シナリオでは気になるところかもしれません。どちらもですね、まあ弱いサポートカードではないんですが、そういうところで、まあね、解説はまあちょっとね、時間かかるかもしれないので、明日のガチャ実装とかね、それに合わせてサポートカード解説も上げたいと思いますので、それもチェックしてみてください。はい、で、キャラの方行きたいんですけども、メジロブライト来ましたね。こちら皆さんどうでしょうか。で、今回このメジロブライトについてちょっとね、話していくんですけども、まあ一応 SNS 上では、メジロブライトってなっていて、そのね、まあ他の勝負服の馬娘とかもいろいろいたりしたので、そういうところでね、ありました。まあそれ何言ってるかというと、例えばね、まあ、メジロ家であればメジロパーマーとかもね、前々から馬娘内に登場してるから、あ、パーマーじゃないんだみたいなところとか、まあ、他にも勝負服がね昔からあるようなところから、まあ西のフラワーとか例えばですけどね、そういうところとか、まあ、アイネス夫人とかいろいろねそういうとこも言われているというのがあります。ただ個人的にはこの今回メジロプライトの実装はね激アツかなと思っております。でそれがですね結構ストーリーとかも熱くなりそうというところで、ちょっと見ていきたいと思います。はい、で今回まずメジロプライトこれ来てる理由なんですけども、こちらメインストーリー第1部最終章前編、こちらのね動画ありました。でこの、新ストーリーがね、18日に来ます。でこのようにですね、まあ、グラスちゃん、キング、そして星雲スカイ、エルコンドルパサー、そして遅れてきてやってきた秘密兵器ということで、ね、こちらの馬娘ちゃんも明日登場ですよ。皆さん覚えていますか。でこのストーリーが18に来て、まあねスペちゃんのねそのねストーリー、なんか最終章前編ってやつなんですけど、これが来ます。メインストーリー第1部最終章前編スペシャルウィーク夢の原石、これが来るので、今回ねそれに合わせてメジロブライトという実装になっております。こういう風にね、このねスペちゃんのストーリーの中にもこのメジロブライトが登場するということでね、こういうところで今回の馬娘決まっているのかなという風に思います。はい、で適正とかちょっとね後で見ていくので、ここは一旦ね失礼いたします。こんな感じでねメジロブライト来ております。で、まずはですねメジロブライトの、その史実の馬について少し見ていきます。メジロブライトは生涯成績25戦8勝、獲得賞金8億3258万となっております。主な勝ち倉は G1 天皇賞春、ステイヤーズステークス、アメリカジョッキークラブカップ、ちょっとここ間違ってたらすみません、アメリカジョッキー、そして阪神大賞典、日経新春杯、ラジオ短波、そして共同通信杯となっております。でまあメジロブライトのストーリーをですね、まあここからね育成馬娘ストーリーっていうところで言うと、もちろんねさっきのねスペちゃんのストーリーの中でもまあ出てくるっていうのはあるんですけども、まあ、メジロブライト自体はまず最初ね福来たるとかがねちょっと出てくるかなというところがあります。なんで最初タイトル画面福来たるにしてたのは、まあちょっと福来たるもね結構出てくるストーリーになるというところからも言っております。であとはもうなんか馬娘ちゃん的には結構もうねいろんな馬娘たちが、まあ、登場の可能性はあって、まあ、さっきのスペちゃんのストーリーとかの、ね、世代ともちょっとかぶっているところがあるので、もう馬娘いろいろ出てくるっていうところ、そして、一番の注目ポイントはやっぱりこのね
天皇賞春かなと思います。天皇賞春ではですね、まあ、G1 を、ね、制覇して、目白牧場に春を持ってきたっていうところもあるんですけども、そこで、ステイゴールドに2馬身差つけてね、勝利してね、盾をゲットしていくみたいなのがありました。なんでそこでちょっとまた、新シナリオで、まあ、ステイゴールド役のライバル馬娘みたいなのが出てきてね、まあ、前回でもありましたね、新ストーリーでめちゃくちゃ強いドゥラメンテっぽいやつみたいなやつがあったりして、まあ、そこでステイゴールド どうすんねんっていう風にね、私的にはなってます。ここの天皇賞春必ず目標レースにあると思うんですけども、そこの目標レースのライバル馬娘にもちょっと注目というのは個人的にはしております。まあ、他にもですね、まあ、競馬ガチ勢的にはなんかね、もっとね深い知識があったらぜひともコメント欄で教えてほしいというところがあります。まあ、個人的にはね、そのね福来たるとの対戦とかそういうところなのかなというふうには思ってはいるんですけども、まあ本当にいろいろね、そのシーキングザパールとかね、そういうとこも出てきたりとか、まあ、馬娘にもすでに登場している、子たちとのね絡みがめちゃくちゃあるんじゃないかなと思っております。はい、で、次に決闘を見ていきます。で、決闘に関してもこれね、見ているのはかなりね、その馬娘的には、関連性っていうのがあるかなというところです。まず決闘、父がメジロライアン、母がレールディユタン、そして母父マルゼンスキーとなっております。なんで、まあ、これね、画像を見てもらっても分かるんですけども、このようにですね、メジロアルダン、この髪の毛というかね、そういうところがそのマルゼンスキーの、ね、要素もあって、そして、ライアンもね、そのさっきの新章のやつ、そこでもなんかその勝つところを見たいんじゃないとかなんとか言ってた、ちょっとそういうところもあります。はい、そんな感じでね、このスペシャルウィークのストーリーも熱くなってくる。そして目白アルタじゃねえやブライト、こちらについても熱くなってくるっていうところね、今回のアップデートね期待してるところでございます。はい、で、次にですね、こちら適正の方ちょっと話していきたいと思います。で、今回ですね、まず青春杯の適正というのがこのようになっております。で、青春だとこうなっているとかいろいろあるんですけども、少しねさっきのね解説と合わせてのねところがあるので聞いてってください。はい、で、まずメジロブライト、こちら青春杯での適正はこのようになっています。まず芝が A、 そして中距離 A、 長距離 A、で差し A、 追い込み A となっております。で、ここら辺はね、まあ、中長距離とかね、まあ、さっきの天皇賞春もありますので、まあ、長距離 A とかね、そういうところは間違いない、中長 A は間違いないと思います。で、注目点としてはまずマイル C あるっていうところですね。これがまあ実装でもマイル C ある、状況でこの距離適正で実装された場合は、新シナリオでも結構強くね育成可能な馬娘になってくるかなと思います。新シナリオではそのね序盤のレースを走るためにマイル適正もある方がねレースにいっぱい出れたりするというところから、ここがまず一つ注目点かなと思います。合わせて長距離も行けるとそのね、称号ボーナス取りやすかったりする、長距離のレースも合わせて三冠とかね、そういうとこも狙っていけるので、新シナリオ適正まず高いものとなっております。で、客室についてはね、まあ、追い込み A とかねあるとしたら、今回のね長距離のメタにも追い込みとしてね育成して、やっていけるかなというふうに思います。で、あとはね青春杯のところでここのステータス面も見えているので、成長率の話も少ししたいんですけども、なんか成長率はやっぱ賢さ、そしてまあスタミナがあるかなというところを、思っております。で、これについてはまずですね、まあ、マルゼンスキー、母父マルゼンスキーも賢さ成長率があるというところ、あとはメジロ家は結構賢さ補正があったりするっていう感じでね、そこでまず賢さっていうところもあると思います。で、あとはやっぱりね、まあ、ステイヤー的なところもありますから、スタミナというところに成長率ありそうというのもあります。まあ、サポートカードもスタミナですし、まあ、あとはね長距離の馬とかにもなってくるので、賢さスタミナっぽいかなというふうに思ってます。で、ちょっと成長率で少しだけ、言いたいところなんですけども、ただこれもし賢さスタミナできた場合なんですけども、まあ、直近のね里のダイヤモンドと似ているような成長率になってくるっていう可能性もあるかなというところです。里ちゃんが賢さ15、スタミナ15なんで、まあ、ブライトはやるとしたら、じゃあスタミナ20、賢さ10にするか、その10、20をちょっと
分けるのかなとかで、まあ10-10-10というのもありえますけども、そういう感じになっております。なんでまあ一応ね、前日時点の評価なんですけども、やっぱり今回のその長距離のチャンミにも適しているような、まあ、スタミナの成長率があった場合、そういうね馬娘になってくるかなと思います。はい、であとはですね、緑スキルとかね、ここら辺の白スキルを見ていくと、まあ今回この青春の場合はですが、サポートカードについているスキルとしてね、右回り、そしてあとはね、このパス上手とか回復系ございます。であとイーターも一応サポカにはあったりするので、そういうところでやっぱり長距離のね、適性、あるかなというところです。で金スキルがね、まあ追い上げと追い上げの上位スキル、怒涛の追い上げっていうのもあったりするので、今回長距離特化ウマ娘にも結構なりがちかなというところがあります。はい、でここでもう一つ見てほしいんですけども、ライバルウマ娘として登場するメジロブライト、このようになっていたりもします。でこうなってくると少しまあ適性の方が違ったりするんですけども、こっちの方ではまあ追い込み C 差し B の先行 A になっております。でこっちでもマイルが C なんで、マイル C あるのは、あればねかなりいいかなというところです。でまあ、この先行 A というのが先ほどのね、申し上げたそのね天皇賞春とかのレース、ステイゴールドに勝ったレースとかはそのね前目につける競馬でやっていたので、まあ、そういうところから、先行もねある程度高いっていうのも、まあ、可能性としてはあるかなというところです。まあ、結構追い込みというところが多分印象的にはあるので、まあ、ここら辺のね適性が高いっていうのが、実装可能性があるということです。であとはですね、こっちのスキルも見ていくと、この右回りもございます。なんで今回ちゃんみ右回りだし、そういうところでねやっぱちゃんみ特攻あるかっていうところが少し思っているということです。で金スキルがサポートカードも同じくこの怒涛の追い上げにはなってくるので、まあ、覚醒でこの追い上げの上位番がつくかもしれないなというふうに思ってます。であとはこちらのライバルウマ娘の場合は不屈の心、こちら持っております。これ持っていたら結構そのね、今回長距離のチャンピオンズミーティングっていうところではマエストロプラス腹痛とかね取れたりするので、覚醒にこの金の回復スキルがあった場合は、さらに今回のその長距離レースの強い馬娘にはなってくる可能性があります。はい、ということでね、こんな感じがね、前日の解説となっております。まあちょっとスキルとかはね変わってきたり、まあ適性も別にこのまま来るわけではないので変わる可能性はあります。まあただし長距離とかはいけてくるので、今回チャンミンのね影響もどうなるかなというのをね、また明日ね詳しく解説したいと思います。であとはですね、まあ固有スキル次第ということで、まあ固有スキルがもし強ければ、その追い込みメタの中に、まあ逃げも強いメタなんですけども、逃げ追い込みメタの中に入ってくるということでね、まあ、ちょっと性能も期待できるしストーリーも熱いというのが今回の解説でございました。こちらもねありますから、スペシャルウェイク夢の原石も注目して、でさらにまあおまけで言いますと、そのグループサポートカードもですね、配布というかイベントでね来るので、ちょっと明日からもウマ娘熱くなってくるという次第でございます。なんでね皆さん、ぜひとも私の動画もチェックお願いいたします。であとは補足としましては、まあ一応ね期間は29マッチでね長いとかあるんですけども、もう一個これがあります。毎日ガチャ1回無料キャンペーンというのがございまして、これがですね、まあ一応この明日までございます。ただちょっと注意してほしいのがここなんですけども、この毎日1回グロガチャでねこのブライト引けるのかと思いきや、ちょっとこれ引けません、こちら3月18日の11時59分ここちょっと注意してほしいです、最終日だけ、例えばその5時ねまたいで、で昼、あ今日ガチャ更新だと思って、無料ガチャどうしようとか、これ次のブライトでできんのと思いきや、これできません。なのでここは失礼しました、12時までね引いてください。それでねちょっと1連分は 1回分ね1回分ちょっと損しちゃう場合もあるので、ここは普通に、その12時までに引くということに、やってみてください。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと明日もですねグループサポカも期待ですし、新ストーリーも期待ですし、ブライトも期待ということで楽しみになって待ってもらったにゃん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 神まみた。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。他にもウマ娘動画いろいろ上げております。また次のウマ娘動画も見てください。のっちん TV でした。またな、バイバイ。